新しいディレクトリに無事到着。だいぶ深くまで来たけど、管理システムの場所はまだ特定できないな。さっきの大型モビルアーマーの情報も不明だし、ここまでの情報を整理した方がいいかもね。まずマスター赤メガネの君たちが修正を進めれば奴の計画が完成にっていうのはやっぱ気になるかな。異なるシミュレーション結果で史実を成立させるなんて無茶もあったな。管理システムからの警告がなかった時点でなんかおかしかったよね。ブレイク現象に宇宙世紀のモビルスーツが多すぎる。つまりその歴史から来たイル姉さんと関わりが深いのも意図されたものなのかも。それぞれの歴史から散逸したデータがそのディレクトリ内に存在しないってオーバーフローも気になるところだね。この辺りハーメス・マーキュリーに聞きたいけど、イノ姉さんが言ってた彼は人間だって話本当なのかな。そのくせあちこちのミッションでデータ収集して量産型ラトレイヤーの制御プログラムを作ったりしてる。まったく何を考えているのやら。それから一つのミッションに異なる二つの歴史データが同時に存在したこともあったね。三日月くんと神井くん、過去にブレイク現象が起きたミッションに異なる歴史の断片データが入り込むコンフューズドミッションも発生したし、もうどこから手をつけたらいいのかねえ。犬姉さん、小隊長さん、いない。ユノたち、いない。ハロー、置いていかれた。寂しい、悲しい。一人喋りの私はもっと悲しい存在だったよ。合いの手くらい入れてよ先輩。ユノ姉さんと小隊長さんはどこ。本当に私一人。咳をしても一人。ユノ、別室で赤メガネの暗号データ解析中。小隊長も一緒。お邪魔しちゃ悪いかもだけど、進捗の確認はしないとね。プログラマーって人種、なんか難しい顔してるだけで本当に仕事してるのか怪しい時あるからね。それぶっ飛ばされるやつだぞ。さくら、やめておきたまえ。私のメモリー解放用のキーコードに管理システム内の命令コード、そして最後の正体不明のプログラムって。プログラムテオス、今わかるのはこのファイルネームだけよ。テオス、テオス、どういう意味だユノ。テオス、ギリシャ語で神を意味する言葉よ。神のプログラムという意味かしら。それとも神をプログラムする。ただ管理システムの方で何かが作られているのは間違いないわ。ミッションの中でわかるといいんだけど。ユノ、ブレイクミッション行くのかユノ。管理システムを見つけるという目的は変わらないし、解析プログラムの終了まではまだかかる。その間にやるべきことをやるってことよ、さくら。イエッサ、姉さん。私の調査によるとこのディレクトリのブレイクミッションは3つ。宇宙世紀、アフターコロニー、コズミックイラー、全てこれまで通ったことのある時代、その最後の戦いばかりが集まってる感じだね。今までと違って初めての歴史がないのね。これにも何か意味があるのかしら。今回は私たちの宇宙世紀を含めた3つの戦争の終わりを見届けるミッションなのね。まず宇宙世紀 0087、 1年戦争終結から星の屑作戦を経て起きたティターンズとの内紛、神井くんがたどり着いてしまった道の果て。次にアフターコロニー195年、オペレーションメテオから始まったヒーロくんの最後の任務よね。そしてコズミックイラ73年、ナチュラルとコーディネーターの泥沼の戦争、キラくんが選んだ戦いの行く末。自分たちの時代、宇宙世紀の戦争がどうなるかも知らないのに別の歴史の終戦を知ることになるのね。まだあるぞユノ、忘れるな。フューチャーセンチュリー、忘れるな。
そうか、前のディレクトリの未来世紀ガンダムファイト決勝戦もトゥルーミッションが現れなかったわね。それも含めると最後の戦いは4つになるね。まあ未来世紀はもうちょっと先があるんだけど。ともかく小隊長頑張って。今回の修正が終わったら暗号データが新しい道を示してくれるはず。それとサルベージプログラムももう少しで完成するから、そっちはミッションをこなしながら組み上げていくわよ。イノ姉さん、サルベージプログラムってどこから何を引き上げるの？あなたの記憶を解放する以外にもう一人解放すべき人がいる。会えればだけどね。大型宇宙戦艦リーブラ、ヒーロ君たちは潜入しているの？わかんないんだよね。各駅でスキャンもできないし。シャア、でも赤い機体じゃない。それにあの頃のアムロで君が合わせたというなら残酷だな。だが、でもスイッチで開くはず。正面のやつを押して。まずは進むしかないか。虎穴にいらずんばガンダムをエグ。このスイッチ複数の扉と連動してるみたい。こっちが閉じたらあっちが開いて。私複雑なのは苦手なんだけど。 AI がそれじゃダメでしょ。小隊長、手探りだけど進みましょう。行け。敵機接近。モビルドールよ小隊長。リーブラ内にはホワイトファング隊。まだ静止通りだね。もしかしたらヒーロ君たちもいるの？今のところデータは見つからないけど、ブレイク現象も確認できてないんだよ。ブレイクミッションなのよね今回。ブレイクイン確認。ここがリングか。ガンダムファイト始め。え、ガンダムファイター？マスターガンダムだよ。ファイターは東方不敗マスターアジア。ドモンカッシュさんの噂のお師匠さん。おのれ何やつ。こちらはガンダムファイト管理委員会です。東方先生を決勝の地ランタオ島へご案内します。ふん、礼を言おう。足手まといにはならんようにな。は、はい師匠。ミノ姉さん、緊張するのはわかるけど案内するのは私たちだから。行くぞ、遅れを取るでないぞ。誰一人としてここからは逃さん。さすがはガンダムファイト全大会優勝者ね。まだまだ本気出したらもっとすごいんだから。天と地の霊気を父母とし生まれしいもの、それすなわち流派東方腐敗なり。師匠、その行き着く先は？このまま勝利を重ね東方腐さあさあ、次の相手は誰？姉さん、乗ってるとこ悪いんだけど、リーブラの状況はやっぱりおかしい。ガンダムチームの所在は不明。停止してるはずの敵モビルドールも稼働中なんだよ。困ったわね。ブレイク現象の大元はどこかしら。乱にあっても平常心忘れることなかれだ。師匠がいてくれるから私も小隊長も頑張れます。今回はこのノリで行くのね。小隊長さん頑張って。そこだ。そこ。オールレンジ攻撃。ザキン。死んでもやっぱり。大事。ゼリ。ごめん。そこだ。まだなの展開。
やけにごっついけど、ザクファントムにゲイツある。コズミックイラー、ザフト軍の機体だよ。ただでさえ核壁のスイッチがややこしいってのに。展開ザゼイギュッマジゼイ。この調子で次も頼む。ガンダムは敵、それだけだろうが。受けてみろ、見えるぞ。面白い、受けて立つぞ。ガンダムファイト、レディーゴー。師匠、あのガンダムは私たちの仲間で。仲間だと。バンシー、どうして力を貸してくれない。まだ足りないのか。俺はさらに腕を磨くのだな。バンシーのブレイクアウトに成功。師匠、あなたも本来いるべきあの島に戻る時じゃないですか。やはり我らは師弟の縁というもので結ばれているらしいな。なあドモンよ。彼はやっぱりお弟子さんのことを。ブレイク反応はまだまだ残ってるよ。小隊長さん、坂を上がって。上層に何かある。スイッチがない。近くにあるはずだよ。小隊長さん、探してみて。展開いけ。この調子でいきましょう。ぜひここだ。ザ沈めてりゃでやっ。ホワイトファングのリオ。隠れた武装とか忍者か。ジャパニーズ忍者。ガンダムの歴史には関係ないでしょ。いやいや、ガンダムファイターに忍者はいるよ。それに宇宙世紀にだって。え、忍者ってそんなにいるものなの。うわ、突然のブレーキ。今度はガタリーだ。宇宙世紀の忍者ってこれじゃないよね。歴史によっては忍者だったりもするけど、今回はアクシズ軍のモビルスーツだよ。急にブレイク現象が激しくなってきてるような。ぜひ当たれてりゃ。これでさっき閉じてた隔壁が開いたかな。ビンゴ、反応ありだよ。小隊長さん、戻ってみよう。うわっ、隔壁の先で待ち伏せ。ホワイトファングのモビルドール。さっきの BO に比べたら隠れ方が雑ね。小隊長、突破して。当たれ。肝心展開だ。オールレンジ攻撃、ちょこだってるや。ザ展開ザ。この調子でいきましょう。
資材庫かな。お宝の匂いがするけど。熱源や動体反応はないわ、小隊長。待ち伏せじゃないけどプレイズ現象、これはザット軍だ。コズミックイラから囲まれた。小隊長さん、無理しないで。このブロックからの離脱も考えてね。そこ、邪魔だ。タレヤ、オールレンジ、体勢を回復する。ケッカッザ、そこか。まだだ。当てる、展開。そこ、敵の全滅を確認。ブレイク反応もなし。小隊長お疲れ様。苦労したおだちんに資材はいただいていこう。核兵器のスイッチだろう。嫌な配置ね。用心して、小隊長。うわ、両方開いた。当然敵機も確認。十字砲火を避けて、小隊長。敵はホワイトファングのモビルドール。遠慮なく寄っちゃって、小隊長さん。そこ、まだなのか。当たれ。この調子で次に頼む。オールレンジ攻撃。テレア、戦った場所だけど、奥の隔壁が開いてるね。でもその先の隔壁は閉ざされたままよ。もう一つスイッチを押さないとダメみたいだね。そろそろリーブラの中枢部ってとこかしらね。アスランドラインフィニットジャスティス出る。今アスランって、それにガンダムも見覚えある。あれはインフィニットジャスティスだ。前回のミッションでジェネシスを破壊するために自爆したジャスティスガンダムの後継機。援軍か、感謝する。アスラン君、こちらユノ特務総長です。君はあの時の。アスラン君は一刻も早くオーブに合流しなくちゃ。今回も小隊長さんがサポートするよ。君か、今回もよろしく頼む。中枢部まではもう少しのはず。このエリアの敵機を掃討してください。了解した。
攻撃展開。オールレンジ攻撃。中枢部へのルートじゃないみたいだけど、このプレッシャー、あの時の少年か。面白い。あれが隊長機か。ここにハマーン様のキュベレイ、グリップ2にいなきゃいけないのに。アクシズのできる最初ハマーンか。皆さん、どれほどの覚悟があって戦うのか見せてもらおう。俺たちは誓った。もう二度とあんなことは繰り返させないと。私に物おじしないと面白いよ。あれ、彼女はアスラン君に違う少年の面影を見てる。師匠とリディ少女。ニュータイプなら私に従うべきだ。そうだよ、受動アーシタ。カマーン様のブレイクアウト成功。グリプス2に戻ってくれるといいんだけど。また戦場にいるのか俺は。ということはまだ何かあるんだ、アスラン君に関わるブレイク現象が。俺は許しませんよ、ギルを裏切るなんてこと。このようなさまつごとで議長に賛同する人々の思いを無駄にはできない。ザットのプロビデンスガンダム。惜しい、同系機のレジェンドガンダム。乗っているのはアスラン。
ギルを裏切る行為など。え、お互い知ってるの？彼はレイザバレル君、強襲揚陸艦ミネルヴァで一緒だった同僚だよ。じゃあアスラン君は仲間に追われてるの？ギルに敵対する者は誰も許しはしない。やめろ、こんなことをしている場合か。でもこの戦いなんか違和感が。お前たちもギルの邪魔をするのか。さくら、ギルバンとデュランダル議長のことよね。そう、ギルを裏切った者にはいつか報いが。議長、それがあなたのやり方なのか。俺が彼らを止めてみせる。絶対に。よかった、アスラン君ブレイクアウト。うん、このミッション、とんでもなく複雑なブレイク現象だったわね。初めは何もないと思ってたのに、加速度的にミッションデータがおかしくなったね。最初少し物足りないと思ったりした。罰が当たったのかしら。一人の力じゃ勝てませんでした。だんだん息が合ってきましたね。君のような男は頼りになるな。